はいどうもみなさん、こんにちは。サーディーの河野玄太です。今回扱うのは、この角度を求める問題なんですけど、この問題ですね、控えめに言ってもめちゃくちゃ面白いです。まあ、この問題ね、一見簡単そうじゃないですか。でもですね、解いていくとすぐに行き詰まってしまうんですね。そこで、ある補助線を一本引くだけで、ね、今まで行き詰まってたものが見るんでね、いろんな角度が求められるようになって答えも出ていくんですね。その感覚が非常に気持ちいいんですね。 ま、実際ね、やっていくと、ここが80度。ね、ここが80度。ということで、でこのね、三角形に着目したら、80度、50度で、残りの角は50度。で、この三角形に着目すると、60度、80度。で、残りの角は40度。で、他求められるとこと言えば、まあ、50度と20度だから、50足す20でここが70度。まあ、当然ここね、110度。みたいな感じで求められるんだけど、まあ、X はね、求められそうにないんですね。ということで、 ここでね、一旦難しい角度を求める問題あるあるの解放を二つね、思い浮かべてほしいんですね。まず一つ目が二等辺三角形に着目する。どういうことかというと、例えばこの問題で言ったらね、ここ50度50度だよね。ということは、ここのね、長さが等しい。 まあ、すなわち、ここが二等辺三角形だということがわかる。で、この問題は違うんだけど、例えばね、まあ、ここ80度で、ここが40じゃなくて80度だったとしたら、ここも二等辺三角形になりますね。だから、ここの長さが等しくなって、その結果として、ここも二等辺三角形になるよねと、どんどんね、二等辺三角形を作っていくっていう考え方があるんですね。で、ま、今回ね、二等辺三角形は、ここにしかないわけだから、まあ、ちょっと難しそうだな、ってことはわかる。 じゃあ次。次の考え方としては、円周角の定理ね。まあこのね、円周角の定理も今回は違うんだけど、仮にここが50度だった場合、その場合、ここの角度が等しいから、円周角の定理より、この四角形は円に内接する。そうすると、この X の角度は円周角の定理より、この角度と等しくなるから、50度というふうに求められるわけね。で、まあ今回ね、当然、ここの角度が違うわけだから、円に内接しませんよ。丸にもダメですよ。っていうふうになってしまう。 ということで、まあ、行き詰まってしまうんですね。そこで、一本ね、この補助線を引いてあげると、すべてが解決するんです。この60度を20度と40度に分割する、この補助線。まあ、このね、点を使って、ここをピーって結んであげると、もうこれでね、次から次に求まっていくんですよ。まあ、実際見ていくと、まずね、ここが20度。で、ここが80度ですね。ということは、ここがね、80度ということがわかる。 で、さっき、この長さとこの長さが等しいっていう風に言ったじゃないですか。で、ここもね、80度、80度で二等辺三角形があるので、この長さも等しくなるんですよ。そうすると、今ね、ここの角度着目すると20、20たす40で60度ですね。 とする超角が60度の二等辺三角形なわけだからこの三角形は正三角形ということがわかるこれがねかなりでかいんですねそうしたら、まあ、ここがね80度60度っていうふうになるのでこの角度が40度っていうことがわかるじゃあ次にね着目するのがこの三角形この三角形に着目してあげるとここが100度ねでここ40度ねとすると この角度は40度になる。そしたらまたまた二等辺三角形を作ることができたと。ね、こんな感じでどん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 二等辺三角形ができていくね。で、最後、極め付きがここ。ここにも二等辺三角形を 発見。ということで、これ見てあげるとね。頂角が40度なわけだから、定角は70度、70度。ということで、X は70-40で30度という風に求められるわけです。こんな感じで、 このね、補助線を引いてあげるだけで、次から次にね、辺の長さが等しいところが見つかって、最終的に、まあ、このね、丸一二等辺三角形に着目することによって、どことができると。まあ、非常にね、気持ちいい問題ですね。じゃあですね、皆さんおそらく気になってると思うんですけど、そもそも最初の補助線、どうやったら思いつけるのっていう話ですね。まあ、結論から言ってしまえば、このね、補助線ですね、試行錯誤の末なんですよ。 だからもう最初からね、この補助線をピッと引けるっていうのは、まあ不可能ですね。いろいろ試していきながら、あ,あこう引いてなんかうまくいってくれたらいいなっていう末に、ようやく出てくる解放と。まあこの試行錯誤自体はですね、 パズルみたいで面白いっていう風にね感じ取ってもらえたらいいなと思います。ということで今回一見簡単そうに見えてかなり難しい角度の問題を紹介してきました。今後もこういった面白い問題をたくさん扱っていこうと思うのでぜひチャンネル登録、高評価、そしてこういう動画撮ってほしいよっていうものをコメントに残してもらえると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。